ハムハムハイドのハイドです。子供たちの名前が決まったので発表しようと思います。9匹生まれた子供のうち2匹がもらわれていったので、最終的に子供ハムスターは7匹残りました。まずは朝神はね、生まれた子供たちの中で一番体が大きくって人懐っこいんだよね。雰囲気としてはね、リスコに似てます。顔が黄色くって、ちょっとほっぺたとか耳の周りの毛が長いんだよね。ちょっと個性的な顔をしてるんで、7匹の子供たちの中で一番見分けがつきやすいです。でしおり、この子はね、人間に興味があるみたいで、自分から寄ってくるんだけども、臆病な性格なので抱っこされるのは嫌がるんだよね。体が小さめでおとなしい子です。でさゆり、この子はね、人に慣れていて触っても嫌がりません。でものすごく体が長く伸びるのがこの子の特徴なんだよね。なんかね、ハムスターというよりもね、イタチみたいなシルエットになるんだよね、この子は。これがね、ちょっとこの子の個性だね。ジャンガリアンでこんなに伸びるのかっていうぐらいね、長く伸びます。で龍一、生まれた灰色のハムスターの中で唯一の男の子だね、この子がね。ハムスターなんだけども、龍っていう風に名前つけたんだけど、強くてね、男らしい感じに育ってほしいと思って龍一ってつけたんだけど、実際にはおとなしくってちょっととぼけた性格です。でバサトシ、こいつもね、おとなしくてちょっと臆病なんだよね。小屋の奥の方ばっかりで寝てるんだよ。小屋の表の方で寝る子もいるんだけども、こいつはね、奥の方ばっかりで寝てるね。でアイナはね、女の子だと思ってアイナっていうのにつけたんだけど、もしかしたらね、ちょっとね、オスかもしれないんだよね。こう顔はね、可愛らしい顔してるんだけど、なんかこう若干こうたまたまっぽいものがついてるような感じがするんだよね。ハムスターのオスとメスって見分けが難しいんで、まあメスと思ってアイナってつけたんだけど、もしかしたらちょっとね、オスかもしれないですよ、こいつは。まあもしオスだったとしても、もうアイナってつけちゃったんで、もうアイナのままでいこうと思ってるんだけども、ちょっとね、オスかメスかね、まだはっきりしないです、こいつは。で最後にジジコはね、なんでジジコって名前つけたかっていうと、かなり神経質な性格でね、いつもね、こうジジジジジジってこう泣いてるんだよね。どうもね、性格が臆病というよりもね、ちょっとね、病んでる系っていうかね、ちょっとね、ジジコはね、ヤンハムです。ちょっとこいつはおとなしいというよりも、なんて言ったらいいのかな、こういつもおどおどしてるっていうかね。でこいつだけハムスター小屋を1台にしたのね。そしたらね、あのジジジジっていう風にあまり泣かなくなったんだよね、ストレスが減ったのか。でジジコは表情もちょっとね、こうおどおどしてるというか、なんかいつも困った顔をしてるんだよね。だけどまあ一人部屋に移してやると割と表情も和らいできたんだけれども、でもやっぱりね、こう神経質な性格なのか、人が近づいてくるとジジってこう言うんだよね。ヤンデル系ハムスターです、ジジコは。ヤンハムです。まあ9匹もね、赤ちゃんが生まれたら1匹や2匹はね、ちょっと変わった子がいるっていうのはもう当然だと思うので、まあジジコはジジコでね、この子も大事に育ててやろうというふうに思います。以上、7匹の子供ハムスターたちの名前と性格の紹介でした。この動画はハムハムハイドがお送りしました。みんな他の動画も見てくれよな。ハムハムハイド、ジャンガリアン、ハレハチ友達。